こんにちは、しゅんじです。今日はね、こちら、アニヤのキャンペーンで、もらいます非売品の座りポーズジャイアントパンダが欲しくてですね、アニヤの方、買ってきました。座りポーズのジャイアントパンダをもらうにはですね、タカラトミーから発売されるアニヤ商品を一度に税込み3300円以上購入すると、先着順でフィギュアをね、もらえるっていうキャンペーンがやってましたんで、4月下旬から開催されてたようで、近くのトイザラスさんでね、アニヤの方買ってきました。はい、いっぱい買ってきました。で、今回買ったのがですね、こちらガチャッとコロコロツリーで遊ぶことのできる AC シリーズ、新しいやつがね、ちょうど4月に発売されてたんで、こちらの6種類と、そう、この6体だと3300円いかなくて、こちらのナイルワニも買いました。で、3300円超えたんで、こちらの非売品の、お座りポーズのジャイアントパンダゲットできたんで、まあ、せっかくなんで今回買った、商品もね、見ていこうと思います。まずは AS08 番のナイルワニから見ていきますね。あ、横の写真がめちゃくちゃかっこいい。で、図鑑カード2枚入ってて、日本語版と英語版が入ってます。で、口が開閉するようになってるようですね。はい、では取り出して、こちら図鑑カードを日本語版に英語版ですね。はい、ではまあちょっと見ますね。分類、ワニ目。力強い大型のワニで王者の貫禄があります。開発のため急激に数が減っていますって書いてますね。はい、こちらナイルワニになりますね。尻尾がね、くるんとなってて、短い足がね、可愛いですよね。で、体がね、ゴツゴツしてて、すごい硬そうな皮膚になってそうな感じの作りになってますよね。で、頭、あ、目がかっこいい。で、ちょっと長めの頭になってて、で、このスキッパね、あの、恐竜でいうインドラプトルみたいな、歯になってて、いや、この並びがすごいかっこいい。で、口がね、開閉するようになってますね。はい、こんな感じで。で、舌もあるんですけど、これね、ピンク色ではなくて、ちょっと黄ばんだ色になってて、いや、なんか、うん、この色結構いいですね。かっこいい。AS08 番のこのナイルワニはね、かなり前に出てるから、ね、ワニ好きな方ね、結構いらっしゃるんで、持ってる方多いと思うんですけど、ね、よくできてますよね。ここからはね、新しく出た AC シリーズの商品見ていこうと思うんですけど、これね、以前ガチャッとコロコロカプセルで、ね、あの、出てきた、あの、動物たちと同じなんですよね。なんで、またこちらとね、ちょっと見比べたいと思います。多分同じだと思いますけどね。1番から順番に見ていきますね。まずはライオンの子供から見ていきます。あ、これカプセルも、ちゃんと入ってるみたいですね。はい、箱がね、すごい可愛らしいね、形になってますね。正方形になってる。で、アクション、首がね、動くようになってますね。あ、なんか書いてるね。AS01 ライオンは別売りです。あ、このね、大きなのは入ってないよっていうのがね、書いてますね。箱後ろにはカプセルの開け方が書いてますね。合わせ部分の左右に力を加えると開けやすくなりますっていうのが書いてます。はい、パカッと開けて、あ、こんな感じで入ってるようですね。はい、で、よいしょ、カプセルは、透明のカプセル、すごい、なんか色付きかなって思ってたけど違いましたね。ガチャッとコロコロカプセルはこちらなんですけど、ね、カラフルな感じ、今回のは透明ですね。では、力を加えてパカッと開けて、中のフィギュア取り出しますね。これね、小さくてね、可愛いんですよ。ね、口がバーッと開けてるライオンの子供になります。色がね、すごい優しい色になってて、尻尾がね、あの、柄が入ってて、いいですね。この短い足も可愛いですよね。なんか一生懸命吠えてる感じのこの、ね、表情がすごい可愛いです。で、首がね、稼働するようになってますね。こちら以前出ましたガチャッとコロコロカプセルのライオンの子供なんだけど、形は、うん、同じなんだけど、色が全然違う。今回の方がちょっと明るいね、白っぽい色になってて、いや、まあ、どっちも形ね、あの、同じなんで可愛いんですけど、僕、こっちの方が色は好きかな。いや、すごい。あ、こっち、色違うかったんだ。次は02番ゾウ子供見ていきますね。こちらは首が動くようになってるようですね。では、取り出して、
はい、こちら象の子供、左の前足上に上がってて、右の後ろ足が後ろの方に行ってて、まあ、ポーズ的には歩いてる時のポーズですかね。すごいちょっとこう躍動感のあるねポーズになってますよね。で、大きな耳シワシワになっててね。で、特徴的なこの長い鼻ね、ここの先の部分の形なんかもあよくできてますね。で、首がはい、こんな感じで可動、おーすごい、めっちゃ下がる。こんな感じで可動するようになってます。あと、くるんとね、回すこともできるようになってますね。ガチャッとコロコロカプセルの象の子供と比べると、あ、形はやっぱりね、同じですね。もう色が違うだけですね。まあ、どちらもね、本当に素敵な色になってて、うん、あ、このグレーっぽい色もいいけど、グレーとは違った、またね、可愛らしいね、色になってますね。次はね、03番、ゴリラ子供、見ていきますね。で、これはですね、手と足が、動くようになってるようです。こちら、ゴリラ子供。目がね、クリクリですね。で、体ね、ふさふさした、この辺のね、造形なんかもすごいよくできてて、手と足がね、動くように、あ、前後にね、稼働するようになってます。で、下から見ると、あ、指のところのね、造形なんかもよくできてますよね。この鼻大きくて可愛いですね。はい、ガチャコロカプセルのゴリラと比べるとですね、あ、こっちはグレーっぽい色ですね。うん、なんか全然雰囲気変わるなぁ。こっちの方がなんか可愛らしさがある。こっちはちょっとかっこいい色になってますよね。次、04番、キリン子供見ていきたいと思います。箱はね、こんな感じで、首が動くようになってるようです。キリン子供取り出せました。あのね、立ってる時のポーズではなくて、こう、座ってるっていうのかな、これね。足曲げて座ってますね。休憩してる時のポーズですね。で、こちら首が動くようになってますね。はい、こんな感じで。あー、すごい。なんか変な音してますけど、首が稼働するようになってて、キリンのね、この柄がね、すごい可愛らしいですよね。また、縦髪。ここもね、あの、茶色、焦げ茶色カラーになっててね、細かい塗装になってます。ガチャコロの、キリン子供と比べるとですね、あ、色がちょっと薄いのかな。今回の方、AC シリーズの方が明るめの黄色になってるね。はっきりしてて、うん、こっちの方が可愛いかも。うん、なんかいい色してますね。次、05番はカンガルー子供です。はい、こちらは足が動くようになってるようです。耳がピンと立ってるカンガルーの子供取り出せました。色がね、これね、明るめのこうクリーム色とか、その辺の色ではないんですよね。ちょっと変わった色になってますね。カンガルーのももの部分まん丸しててね、すごい面白い形になってて、で、前後にね、稼働するようになってますね。で、尻尾はくるんとこう曲がった、形となってますね。ガチャコロのカンガルーの子供と見比べるとですね、あ、なんか結構似てますけど、ちょっと違うね。ちょっと白がこっちの方が多めになってて、ね、後ろから見たら結構似てるんですけどね。ちょっと違いましたね。最後、06番、怠け者子供を見ていきますね。はい、箱はこちら。手と腰が動くようになってました。怠け者子供取り出せました。このポーズが可愛い。なんか何かにしがみついてそうなね。そんなポーズになってて。あ、後ろから見た姿もまたいいね。この、これ尻尾かな？短い尻尾がわかる。いや、めっちゃ可愛い。はい、怠け者はですね、手と腰が動くってなってましたね。はい、あ、手がね、こうやって動かせるようになってて、くるんとも回せんのかな？回せますね。で、あと腰が、はい、こんな感じで腰の部分が稼働するようになってますね。こうなんか木のところとかにね、こうぶら下げて飾ったりもできましたよね。ガチャコロの、怠け者子供と比べると、え、これ同じじゃないのかな、色。え、同じですよ、多分。あ、同じだ、これ。後ろから見たら全く同じですね。でも顔の色が若干違う。表情とかは同じだけど、色がね、若干違う。ほとんど同じですよね、これ。ではね、キャンペーンでもらいました非売品の座りポーズ、ジャイアントパンダを見ていきたいと思います。まずはですね、こちら説明書が入ってたんで、はい、開けるとこんな感じですね。入ってるもの、ジャイアントパンダ座りポーズ1ってなってますね。
この間アドベンチャーワールドでパンダ見たところなんでめっちゃ嬉しいな。はい、こちらジャイアントパンダ、高さ、約5センチ。幅もね、5センチぐらいありますね。結構サイズ大きくて、さっきご紹介しました AC シリーズゴリラ子供を横に置くとね、ドドーンとしてね、すごい。サイズ大きいですね。黒白カラーのパンダなんですけど、なぜか頭のところだけがすごいね、テカテカしてるんですよ。うん、なんかクリア塗装されてるんじゃないかなっていうぐらいテカテカしてますね。そう、横から見た時のこのポテッとしたこの体、まん丸な体がね、すごい可愛いですね。で、体はこうね、ふさふさした感じにね、作られてて、足まっすぐ伸ばしてね、こうなんかまったりと休憩してる感じ出てますね。で、足裏の肉球のところの塗装なんかも、ちゃんと塗装されてて、稼働するこの手ですね、手の部分は、あ、すごい、これくるんとこう回せて、あとこんな感じでこう動かすこともできるようになってて、左手には笹持ってます。笹笹持ってる、餌持ってる、取れないこれ大事そうに持ってるこれ。はい、お腹部分こんな感じ、尻尾これかな、なんかね、ふっくらしてる、ここかな。で、首がね、稼働するようになってて、回せるようになってますね。あ、上下にも動かせるんだこれ、すごいすごい。で、顔はこちらで、わー、目クリクリですね。なんかニコッとしてるようにも見えるね。で、耳がピンと立ってますね。めっちゃ癒されるなー顔、表情すごいいいこれ。左手稼働させて、こうなんだろう、パンダがこうご飯食べてるような感じでね、セットもできるんでいいね、いいね、めちゃ可愛い。アドベンチャーワールドで見たパンダもこう手に笹持ってたんで、全く同じようなポーズになってるこちらアニアのキャンペーンでゲットしました非売品座りポーズジャイアントパンダをご紹介したんですけど、キャンペーンはね、4月下旬からで先着順でもらえるんですけど、もしかしたらね、残ってるお店とかもあるかもしれないんで、そう、欲しい方はね、できるだけ早めに、お店の方に、行ってみてください。購入する前にちょっと確認してからね、買った方がいいかもしれませんね。で、 AC シリーズのね、新しいのも出てましたんで、ただね、ガチャッとコロコロカプセルと、ラインナップは同じで、まあ、ちょっとね、色が違うだけだったんで、ガチャッとコロコロカプセルを持ってる方はね、なんかまあまた違うね、フィギュアなんかも、選んで買ってもらったらいいかもしれませんね。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。